ソフトバンク5年目の野村大輝がプロ初アーチ通算70試合目で節目のひと振りソフトバンクの野村勝がプロ5年目70試合目の148打席目で初のアーチを放った3点を追いかける8回1し回の代打で出て左腕坂本の投じた4球目外角のまっすぐを捉えて右翼フェンスギリギリを越えた東京・ 総日高から2019年にドラフト3位でソフトバンクに入団勝負強い打撃が持ち味で昨季は自己最多の31試合に出場した期待の若隆が節目の一打をマークした右の大砲不足によりデスパイネをわざわざ呼び戻したのだろうけど素晴らしい選手がいるじゃないですか厳しいプロの世界ですが。 こういう選手を我慢して使うことも将来のためには必要なことかもしれないですね。野村選手発、おめでとうございます。ナイスホームランでした。本当にスタメンで使われていい選手ということが監督には分かってもらえなくて残念です。下位に代打出すのならデスパも代打でよかったじゃん。7回のノーアウト2塁で三振の時点で次は代打でしょう。ベンチにまだまだいっぱいいたよ。打率、得点圏打率明らかにデスパよりみんな、高いで。てか巻き払いたやん。 WW 今日は負け方やからもいいけど明日からまだあるんだから本当に頑張ってください選手に一度自分たちでスタメン組んでもらいたい絶対本人たちで組んだ方が勝てる明日は有原なので楽しみにしてます野村おめでとう野村のおかげで勢い塾かなと思ったけど藤本の奥さんの采配が全てぶち壊したね今日当たってない得点圏0割のでスパイネになぜ代打を送らない ュ田も川瀬も谷川源もいた。調子を落としていたが、確実にデシパイネより安定してる牧原もいた。もうほんと。藤本のおっさんは今年でやめてくれ。何なら休養取ってもいいよ。そのぐらいもったいない采配だったわ。マジで若手を我慢して誓ってくれ。結果出さないと誓わないんなら出しただろうが。 30打席のヒットでもちかい続けろ1軍の打席を与えろマシュダだってしょう柳町だって左でも外ずしな谷川源だって保守じゃなくてもいいから近い。本当にただただ負け続けないで未来につながることしてくれこの戦い方では監督を退くべきだと思われても仕方ないと思いますガラレバだが最初から使ってればね。 仮には勝手が当てなかったとしてもデスパイネの凡退よりも、よっぽど有意義で未来があるのが分かってんのかな。このチームの首脳陣たちは、左右病ならデスパに代打でしょ。何を期待しての5番かほんまにわからん。左右病なら代打谷川元和世のはず。その前のヒットエンドランの失敗も謎采配。ほんまにずれてる。明日から。 左右投資関係なくすためんで起用するべきだろう。初ホームランおめでとう。デスパイネは、もう対談でいいよ。打っても次の試合で出さないなら調子維持できないよね。来年新しい監督になるまで我慢するしかないな。やっと、誰かさんみたいに50、いや、30打席我慢して使えば、チャンス強いから、得点圏4割いくはず。やっとやな。まだまだこんなもんやない。 デスパイネいらんからスタメンで使ったって欲しいわ大気ナイスバッティングそれにしてもなぜデスパイネ、ね、違うやろ勝てないし育てないもうこりゴりリゴリです野村大二は打てると思うただ残念なのは監督はなぜ外国人に頼ろうとするのかわからない